ナインエス。トゥービー。帰ろう、ナインエス。そうか、ナインエスは大変だったな。言われた通り、ボディごと君たちの司令部に打ち上げておくよ。ありがとう。え、何か。君の口からそんな言葉を聞くなんて意外だな。まあいいさ。あと伝言がある。君たちの司令部が連絡を欲しいってさ。わかった。こちら 2B、 司令官につないで。あ、 2B さん、了解しました。ちょっとお待ちくださいね。 2B か。敵機械生命体、コードネームアダムの破壊、ご苦労だった。分析の結果、奴らのネットワークシステムの半数をアダムが管理していたことが判明した。ネットワークを破壊された機械生命体は弱体化するだろう。司令官、ナインエスは？ナインエスはこちらでデータオーバーホールを行う。問題がなければまた君と同行してもらう予定だ。よろしくお願いします。ナインエスが動けない間、君には別の任務を頼みたい。内容をメールしたので確認してくれ。了解。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。機械生命体たちの投稿かって言っても、出会ったらすぐに殺しそうだけど。提案、同族である機械生命体パスカルからの情報入手。なるほど、パスカルなら何か知ってるかも。もしもし、聞こえる？パスカル。ああ、トゥービーさん、どうしたんですか？最近の機械生命体の動向について何か気づいたことがあれば教えて。最近の機械生命体の動向ですか？そういえば2日前、中央ネットワークから外れた機械生命体たちから和平協定の連絡がありました。和平協定？ええ、ネットワークの支配から逃れた者たちがこの村と同盟を組みたいと。ならパスカルの村に合流すればいいだけなんじゃ。いえ、すでに大きなコロニーを作っているそうです。コロニー？はい、廃工場に逃げ込んでいるようです。興味があるようでしたら場所を転送します。お願い。私もそろそろ話しに行かないといけないと思っていたので、現地で合流しましょう。了解。
目標地点の情報を入手。マップにマーク。こちらの通路をお進み。
集団ですね。じゃあなんでついてきた。トゥービーさんがここを紹介した以上、責任を持って最後までお付き合いする必要がありますので。一応感謝しておく。教祖様は神になった。教祖様は神になった。教祖様は神になった。私たちも神になる。私たちも神になる。君たちも神になる。君たちも神になる。君たちも神になる。みんなで死んで神になる。
おーエンデルまだThank you.
ロックを解除しました。先に進んでください。わかった。